オンジャス、トモサオでございます。裏世界行きましょう、皆さん。人間というものは簡単な方程式さえ、東大元暮らしという感じで気づくことができません。だから勘のいい僕は考えました。裏世界に行く方法は絶対にある。その一筋の光を導き出す方程式。これは僕が出している動画にありましたよね。ポケモンがスポーンする謎の壁。プラス、ポケモンワープ。この二つを組み合わせる簡単な掛け算なわけですよ。これを僕は昨日放送終了後、しこしことやっておりました。そしてその中で見つけたもう一つの技も紹介しましょう。コライドン、逆上がりという技があります。コライドンこういう坂ね、登れません。しかし、これ前向いてると、ジャンプできないんだけど、後ろ向いてるとジャンプできるんで、これデバッグ班使ってください。なんか、ここに、いけます。なんかいけます。これ何なんでしょうね。こう構えるじゃん、ボールを。で、壁の方にスライドしてください。あ、裏見えます。はい、簡単です。細い道で乗り物ジャンプをしながら、異世界の誘い種にエンカウントする。たまに、主人公が両子論張りに壁をすり抜けます。お？お？お？これは？おお出るやん始まったわ始まりました。あ、ここ壁あるね。なんかつぶくんいない。ただ僕のコライド壁登れない。あ、いや洞窟の上行けるくない。これおかしいよ。これ絶対おかしい。ケフカです。世界の法則が乱れてます。あい、お、お、お、すごい。穴は？穴遠いな。お、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 すげえ、すげえ。ゾウさんにとって裏世界とは？そうだね。まあ僕にとっては裏世界。まあ一言では言い表すことはできないんだけど、表の世界の逆かな。神秘的じゃねえかこれ。あー、やばい、積んだわごめん、積んだっぽい。オッケー、でけえ。お、ん、あ、積んだか、積んだな。あ、レジェンドルートやる。確かにレジェンドルートやってからの方がいいかもな。デジモンとガブの一騎打ち熱かったよな。てか BSP マジで熱かった。バトルが面白すぎる。あれ、あーいあがけあがけ、最後まであがいてみせろ。その手届くことはないけどな。頑張ろうな。ちょ飛ぶな。さっきすごかった。フォー、まずはエンカウントしたらどうなるのかやりてえよな。あ、これもう外の、もうこの段差ダメなんだ。段差ダメ。ちょ待って、絶対おかしくない？これ絶対おかしいと思うんだけど。これさ、ポケモンさ、もうなんだこれ。あ、下にワープしたわ。ゴ？ゴ？主人公はいない。つまりこれは野生のファイトだ、ただの。おぉ。これはマニューラの時の経験上。あーい！来た来た。待ってよ。行くぞ！ん？ん？おいおいおい、ガードかかってんじゃねえかよ。バルデアの穴、セーフティーロックがかかってる、ここに。あ？あ、あ、やっべ。悪い、俺死んだわ。
助けて、誰か。公認じゃん。公認マップだわ、ここ。ちゃんとここに戻してくれるの。ま、本当に、足場ない。穴とか足場ないな、本当だな。がっぽり開いてるわ、あそこが。戻っちゃってんな。ライン。あれでも抜けた？あ、抜けたっちゃん。水。待て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 。いやーそこか。わからんのよな。急になんだよな。あんま面白くないな。おお、泳いでる。意味がわからない。おお、この線のところ行かなきゃ飛び出ることないんじゃねえのか。発光ついた。マップ開くとキャンセルされる。待ち来た待ち来た待ち来た。店の中は空です。滝怖え。そこダメだろこれ。まあセーブしたか。でもやろうな。真ん中行ければな。あ、いいんだよな。すごい、そういうこと。滝やば。ああ助けてくれ。ピクニックします。あ、そうなの。俺初ピクニックなんだけど。ちなみに、街の中や狭い場所、急な坂道ではピクニックのテーブルを置くことができません。街の外の広くてなだらかな場所でピクニックをしましょう。終わったわピクニック。ピクニック終わった。おかしいな。どう、それお前泳いでないか。そこをライド戻す。ガイドオフ。ガイドオフ。お話洗う洗う。ああ、何してんの俺。初サンドイッチ。最高の料理だ。なんか暗いんだよな。水色に。あ、ここがある。滝。イエーイ。おなーに。あはははは。やだー。お、学校だ。ん？あ、助けて。助けてください。じゃあ最後。フェアリーのアジト、ここが面白スポットらしいので行きましょう。パルデアの大穴行きたかったけどな。あ、これフェアリーのジムじゃない、アジト。お、お、死んだ死んだ。始まっ、おお、お、校長。川の流れが長いよ。おい、なんだこれ。あ、顔に、顔にいるね。ズピカになっちゃった。すごい存在感。探すな。裏世界編終了です。ケタウンはおそらく足場判定ないです。まだやってるじゃん裏世界。まだ裏世界やってるよあなた。